今回はダイソーで1000円分買ってみました。イエーイ。じゃあ早速何かやっていきましょう。1個目からお願いします。1個目やります。学校の体育で縄跳びするんですけども、その縄跳びが めちゃくちゃちっちゃくてやりづらくし、二重跳びも1回しかできないんですよ。なのでこれを買いました。この縄跳びの子結構いるから、皆さんの学校にもいたら教えてね。2個目はじゃじゃん、消しゴムです。最近ねね文房具好きなんですけど、消しゴムを最近いっぱい買ってて、多分結構前にママに消しゴム3個も買ってもらって、でパパには4個ぐらい買ってもらったんですけど、まとまるくんと激落ちくんが混ざって、まずまとまるくんっていう消しゴムは、消しカス、例えば消しますか、消しカスっていうのはなんかいろんな色のカス、カスっていうか、カスはあのなんかゴマみたいな、なんかまとまるんですよ。それがまとまるくんっていうの。で激落ちくんはなんかマッキーとか汚しちゃって、でそしてすぐ消えるもので、でこれがめっちゃ消える消しゴムと、多分ね激落ちくんだから、でこのまとまるが混ざってるって感じ。あとオレンジの匂いがするんですけど、オレンジってみんな言うとわかんないよね、わかんない人もいるので、これみかん。次3つ目いきます。じゃあ3つ目は皆さん何でしょう。いやなんだヒント、あ、アヒルの輪投げのものでした。この輪投げ、アヒルってこのアヒルね、これはただあの床にこうやって置けるやつで、これはもうこうやって入れられないやつなんだけど、この黄色、青、緑、桃色が、例えばピンクね、ピンクが入る色なんです。4種類です。これも最後に入れるんです、このアヒルさんは。じゃあ4つ目、なんだ見えちゃったかな、レジだよ。4つ目はレジです。お店屋さんごっこができるレジ。お店屋さんってわかりますよね、この見えないと思うけどキノコとかいろいろありますよね。みんな全部好きだったらコメントで教えてね。レジが好きな人コメントでぜひ教えてね。これ買いたい人はダイソーで売ってるのでぜひ買ってみてね。女の子コーナーに売ってましたのでぜひ行ってみてね。5つ目はこの掃除機。これもなんかさっきのレジと同じように、これはこれがわざと出るわけではありません。ただシューって音鳴るかは分かんないんだけど、これを押せば音鳴るので、そしてウィーンってできるんだけど、これも女の子コーナーに売ってるからぜひ買ってみてね。でこれがグレタワードお手紙出るやつ、こっちはこんな感じです。これはお手紙コーナーに売ってます。これは天井についたりいろんなところにペチャペチャです。みんな触ってみる。やってみます。このカエル、グニグニ、キキで暴しない。このカエルめっちゃベッドベトで面白いんですけど、スライムみたいなの見ててね。せーのこんな風にくっつきます。同じです。最後はこのこれシールです。こういうシール貼ってお手紙あげたりするの、友達とか。買ってみてね。でこれでもう全部ちょうど1000円です。イエーイ、こんなに買っちゃいました。じゃあねねの本日は終了。
バトンタッチ。はい、じゃあ次キキさんお願いします。一つ目、みんな何でしょうか。せーの、これは何ですか。メイクショークです。なんか、うん、何が入ってる。なんかウレタマみたいなオレンジな臭いするんだけど、うん、皆さん何で砂場に公園でやるです。公園でやるやつです。みんなさん何でしょう。猫のガチューシャです。皆さん何でしょう。公園でするやつです。水でかけるやつです。次、レジでした。ふざけお風呂でやるやつです。ちじいちゃんのお風呂です。お手紙を入れるやつです。あと最後、これです。いくよ。お、早い。今日のお買い物どうだった。楽しかった。楽しかった。今度どこで1000円お買い物してみようか。文房具屋。あ、いいね、文房具屋さん。いいね。みんなもダイソー行ってみてね。また見てね。バイバイ。文房具だったら、オレンジの匂い、私開けてみたけどめっちゃいい匂いしました。文房具のところにあります。はいよー。オロンガ少女マギハハハハ。